姫路市文化コンベンションセンターは、兵庫県姫路市、上谷町に整備された複合施設である。愛称は、アクリエ姫路。姫路市文化コンベンションセンター、運営共同事業体が、指定管理者となっている。姫路市都心部町づくり構想及び、キャスティ21整備プログラムにおける、キャスティ21イベントゾーン内、文化、コンベンションエリアの主要施設である。 約4.6ヘクタール地下1階、地上5階、胸屋1階最大高、約35メートル。設計は株式会社日建設計による。2010席の大ホール、693席の中、ホール、164席の小ホール、約4000平方メートルの展示場と10室の台、中、紹介議室を備える複合施設である。最寄り駅である JR 姫路駅と屋根付きの、 連絡通路で接続し、徒歩約10分でアクセス可能。また、隣接して建設が進む、針馬姫路総合医療センターとも2階の連絡通路でつながっている。JR 貨物の姫路駅の機能が、郊外に新設された姫路貨物駅に移転し、さらに JR 神戸線が高架下で南側に移転して、生じた跡地に建設されている。計画段階での長官図。 ありがとうございます。